ゲラティ修道院は、ジョージア西部、イメレティ地方の区体市郊外にある修道院で、1106年に、グルジア王国の王ダビド4世によって創設された。ゲラティ修道院は長い間ジョージアにおける、知的、文化的な中心地の一つとして機能していた。この修道院にはアカデミーがあり、ジョージアを代表する科学者、神学者、哲学者たちを要していた。彼らの多くは、 それ以前に外国の様々な聖教会系修道院で活動していた者たちでコンスタンティノポリスのザ・マンガン・アカデミーにいた者たちも含まれていた。そうした学者たちの中にはイオアネ・ピット・リーツィーアーセン・イッケルトリといった著名人もいた。ゲラティ・アカデミーによって実現した広範囲な業績によって当時の人々は新しいヘラスや第二のアトスと呼んだ。 ゲラティ修道院には12世紀から17世紀にかけての膨大な量の壁画や写本が収蔵されている。また、創設者でもある、ジョージア市場の偉大な王の一人、ダビドの亡き柄も安置されている。1994年に、バグラティ大聖堂とゲラティ修道院として、世界遺産に登録された。登録にあたっては、 これらが中世グルジア王国の建築水準を冷凍するものである点が評価された。その後、バグラティ大聖堂について世界遺産としての新生性と完全性を損ねかねない再建計画が存在することを理由として2010年に危機にさらされている世界遺産リストに登録された。世界遺産委員会は計画の即時撤回を求めた。結局、 再建は実行されてしまい、申請性を損ねたと判断されたバグラティ大聖堂は2017年に世界遺産リストから除外され、ゲラティ修道院の単独登録へと範囲が縮減された。それによって、危機遺産登録理由は消滅したため、危機遺産リストから除外された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。